防止、生徒を洗脳、虐待することが目的の学校があったら。2021年5月27日、カナダ・ブリティッシュコロンビア州カムループス。カナダ全土を揺るがす衝撃的なニュースが飛び込んでくる。この地にかつて存在した学校の跡地から子どもの遺骨が発見されたんだ。その数はなんと215。しかしこれも始まりに過ぎない。その1ヶ月後、カナダのサスカチュワン州の小さな村マリーバル。ここでもまた同じような学校の跡地から751人分もの子供の骨が見つかったんだ。その後も各地から見つかり続ける子供の遺骨。これは戦争や大きな災害の犠牲者たちなのだろうか。実はそうではない。無残にも埋められていたこの子供たちの正体は、学校で殺された生徒たち。アルゴ X プレゼンテッドバイアルゴメトリー。アルゴメトリーの姉妹チャンネルであるこのアルゴ X で支配人を務めるルナテミスだ。今回ご紹介するのはカナダのインディアン寄宿学校について。学校の跡地から大量の遺骨が発見されたことで注目を集めたこの出来事。一体学校で子供たちに何が行われていたのだろうか。ある一人の少年の目を通して見ていこう。強制入学。1950年代のカナダ、オンタリオ州ブラントフォード。8歳になったばかりのネイティブアメリカンの少年ダビアンはその日、親戚の家に向かって道を歩いていた。すると1台の黒い車が彼の横に来て停車。車内にいた男からこう声をかけられたんだ。どこまで行くんだい？車に乗せてあげようか。知らない大人について行ってはいけないと教えられていたダビアンはこれを拒否。しかし最終的にお菓子を買ってあげるからと言われ、ついにその車に乗り込んでしまうんだ。ところが車は向かっていた方向とは逆に走り出す。そして車が着いたのはダビアンの全く知らない場所だったんだ。ここはどこですか？ダビアンは当然の疑問を口にする。すると車を運転していた男はさっきまでとは別人のように冷ややかな態度でこう答えたんだ。ここはインディアン寄宿学校さ。今日からお前はここで暮らすんだよ。車の男は学校の関係者だったんだが、これはどこからどう見ても誘拐だね。強制的に連れられてきたこの施設は一体何なのだろうか。ここで本日のメトラーキーワード、インディアン寄宿学校について。寄宿学校とは、生徒たちを学校内の宿泊施設に収容し、教師の指導のもとに共同生活させる施設のこと。集団生活を送ることで、通常の学校生活だけでは得られない社会性などを育ませる目的がある。19世紀から20世紀にかけて、アメリカやカナダで先住民を収容するために作られた寄宿学校。その目的は、先住民を支配下に置くこと。戦争して従わせるよりも、教育した方がコストを抑えられるため設立された。当時ダビアンのように拉致誘拐されたケースは決して珍しくなかった。そしてダビアンのように親元から離されてしまった子供たちを待っていたのは、まさに地獄のような日々だったんだ。お願い、うちに返して。わけもわからずパニック状態になるダビアン。しかしその願いは一切聞き入れられない。ダビアンは学校の中へと連れて行かれ、全裸にさせられる。そして全身をたわしで乱暴に現れたんだ。汚いガキだ、身も心も俺たちが綺麗にしてやるぞ。口汚く罵られながら、ただ耐えることしかできないダビアン。そしてもともと着ていた服はゴミ箱に捨てられ、代わりに無機質な学生服が支給される。今日からお前はこれを着て生活しろ。さあグズグズするな、次はこっちだ。次にダビアンは髪の毛を剃られている。ネイティブアメリカンは部族ごとに独自の文化や風習信仰を持っており、特徴的な服装や髪型もその一部だった。それを入学早々に奪われてしまったんだ。そればかりではない、次にダビアンが奪われたもの、それは生まれてから両親から授かっていた名前。ここでは先住民本来の名前を使うことが禁止されていた。代わりに与えられたのはマーガレットやジョンといった西洋風の名前。また寄宿学校によってはそんな名前すらも与えられず、番号で呼ばれることもあったんだ。ダビアンが連れられてきたこのモホーク寄宿学校もその一つ。ダビアンはこの先番号でのみ呼ばれるようになる。そして次にダビアンは学校内にある宿舎へと連れて行かれた。そこには死んだような顔をした同じ年頃の少年たちが並んでいたんだ。今日からお前はここで暮らすんだ。おっと、部族の言葉でのコミュニケーションは禁止だ。分かったらさっさと寝ろ。こうしてダビアンの学校生活が始まるんだ。
名前を捨てさせて番号で呼ぶというのは人間の尊厳を奪う代表的な行為なんだ。ナチスのユダヤ人収容施設と同じやり口だね。ここからはこの学校とは名ばかりの収容施設に入れられてしまった子供たちの日常を見ていこう。地獄のスクールライフ。ほらさっさと起きろ、朝だぞ。まずは軍事訓練だ、遅れるな。午前6時、生徒たちはファーザーと呼ばれる教師の怒号によって目を覚ます。そしてすぐに1日の最初の科目である軍事訓練を開始。その後、男子は大工仕事や農作業、女子は欧米風料理の訓練や裁縫に駆り出されるんだ。基本的な読み書きや計算も教えられるが、授業の大半は肉体労働。この時、間に業者が入り、賃金が発生する仕事も与えられていた。しかしどういうわけか、生徒が稼いだ分は全て学校側の取り分となっていたんだ。そして英語以外の言語は禁止。他にも西洋文化にそぐわない先住民たちの文化、風習は一切認められていなかったんだ。こんな過酷な環境の寄宿学校を卒業できる年齢は18歳。しかし卒業した生徒の学力はせいぜい小学生レベルだったという。つまり彼らは学校と言いながら奴隷のようにこき使われるだけで、勉強はほとんどしていなかった。しかし学校を卒業できるのであれば、この学校の生徒としては最も幸せな部類に入るだろう。というのも、ここの学校の生徒の多くが在学中に死んでいるから。正確にどれほどの生徒が死亡しているのかまだ分かっていない。しかし近年になって学校の跡地から何百もの子供の遺骨が発見されていることから、全国で6000人以上はいると推測されているんだ。それにしても学校にいながらにして命を落とすというのはどういうことなのだろうか。ある日の学校の様子を見てみよう。貴様、今汚い言語を喋ったな、こっちへ来い。ここで言う汚い言語とは、先住民たちが使う言語のこと。英語以外の言語を使った生徒にはひどい罰が与えられたんだ。汚い言語を使った悪い口はこれか、綺麗に洗ってやらないとな。そう言うと教師はその生徒の口の中に何かを放り込む。そして口を閉じさせ食べるように促したんだ。口の中に入れられた物体の正体は固く大きい石鹸。涙目になって許しを請う生徒。そうしているうちに生徒は気を失い倒れ込んでしまった。お、寝てるのか。ち、つまらんやつだ。気絶した生徒を残し、教師はその場を後にした。このような暴力や虐待は日常的に行われていたんだ。また学校で出される食事の衛生状態は劣悪だったことも分かっている。中によってはウジが湧いている食事もあったというから恐ろしい。こんな環境下では体に栄養が行き渡るはずもない。そのため暴力を受けた子供が命を落とすことも決して珍しくなかったんだ。このような環境下で脱出を試みる生徒は当然いた。しかし捕まった場合、その生徒は狭い部屋に隔離され厳しい体罰を受けたんだ。こんな非人道的な学校が存在していいはずがないと誰もが思ったことだろう。なぜ教師たちはここまで子供たちを追い詰めようとするのだろうか。それにも理由があったんだ。この寄宿学校で教師たちは口を揃えて子供たちにこう言っていた。いいか、お前らの文化は全て汚くて劣っているものなんだよ。この汚くて劣っているという言葉は子供たちは一日に何度も聞かされていた。そのため最初は一族に誇りを持っていた子供たちも次第に自信を失っていったんだ。そして過酷な状況下であればあるほど人はネガティブな思いにとらわれるもの。劣悪な環境に子供たちを置かせたのにはそういう理由があったんだ。そしてこのタイミングでとある授業が開始される。それは宗教。これまで信じていた神は忘れなさい。信仰するのはただ一つ、キリスト教だけなのです。学校では聖書の暗記と祈ることを強要。当然、キリスト教以外の宗教を信仰した場合、これも罰を受ける対象となった。力の強い集団が弱い集団に対して文化伝統を強制して支配することを同化政策という。このインディアン寄宿学校はこの同化政策を実行するために作られた施設だったんだ。さて、この学校に入った少年、あのダビアンはその後どうなったんだろうね。数年後の彼の様子を見ておくれ。いいインディアン、悪いインディアン。この日、モホーク寄宿学校には新入生が入学してきていた。新しい環境に馴染めず、泣きべそを書いている子供たちに得意げに語りかける少年がいた。僕たちの文化なんて愚かで汚れているものさ。白人たちの新しい文化を受け入れること、それが生きていく秘訣さ。
そう言っているのは14歳になったあのダビアン。この4年の間で彼の精神はすっかり別人のようになってしまっていたんだ。英語以外の言葉は一切話さず、聖書も暗記。暇な時間があるときには西洋の娯楽であるフットボールや野球を楽しんでいた。もちろんこの変化は生き抜くために必要があったからだ。しかしダビアンはある時、先住民として一線を越える行動を起こす。ある日の晩、一人の先住民の少年が教師から呼び出しを受けていた。一体何だろう。この時点で少年は嫌な予感がしていた。よく来たな。まあ後ろを向け。少年は言われるがままに後ろを向く。すると鞭で少年の背中を叩いたんだ。何をするんですか。バレてないと思ったか。貴様が逃亡計画を立てていることはお見通しなんだよ。それから1時間後、全身血だらけになった少年が担架に乗せて運ばれていく。そんな彼を横目で見ているのはあのダビアンだった。先ほどの教師はダビアンを見つけ話しかける。お前の言った通りだったよ。悪いインディアンの報告に感謝する。また頼むぞ。いいインディアン。はい、お任せください。教師が立ち去った後、ダビアンは胸に痛みを覚えながらもぐっとこらえ決意を固める。罪悪感は感じるな。ここで生き残るには賢く立ち回らなきゃいけないんだ。白人たちは先住民のことを2つに分けて管理していた。それが悪いインディアンといいインディアンだ。悪いインディアンとは西洋教育を受け入れず、反抗したり逃亡を企むような白人にとって悪とされる先住民のこと。いいインディアンとはその逆、同化政策の結果西洋文化に染まり協力的となった先住民のこと。実は先住民はお互いのことを監視するようにも命令されてもいた。そのためいいインディアンはいわばスパイとしても暗躍していたんだ。手放しで褒められる行為ではないが、ダビアンのこの行動は生存率を高めるためには仕方がない側面もある。しかしこの後、そんな彼に思いもしない不幸が訪れるんだ。ここ数日、ダビアンは激しい体調不良に襲われていた。何重ものベッドが並べられたその部屋では、ダビアンのように多くの少年が体の不調を訴えていたんだ。一方、学校の教師たちは何ともないといった様子。この理由は教師たちと生徒では生活環境に差があったというのが一つ。そしてもう一つの理由は先住民が極端に細菌やウイルスに弱かったこと。歴史的に見ても生活圏の違う民族同士が交流を行うとしばしばこういうことが起こっている。白人にとってはなんてことない病原菌であっても先住民にとってはそうではなかったんだ。また寄宿学校の環境は年を追うごとに悪化していた。国の政策でありながら資金不足が深刻な問題となり、生徒の数はパンク状態。人が入ってきては命を落とすという悪循環が生まれてしまっていたんだ。そしていいインディアンとして生きることを選択していたあのダビアンにその時が訪れる。治療設備もないベッドの上で横たわったダビアンは意識を失いつつあった。ああ、父さん、母さん、もう一度生きて会いたかった。こうして学校を卒業することもできずに命を落としたダビアン。当時寄宿学校にはこのような結末を迎える子供たちが数多くいたんだ。子供がこんな最後を迎えるなんて悲劇としか言いようがないね。それでは現在このインディアン寄宿学校はどうなっているんだろうか。実はこの問題はまだ続いているんだ。1960年代以降、非人道的な政策を推し進めるインディアン寄宿学校は時代錯誤であるとして縮小の一途をたどる。1970年代には先住民サドルレイククリー族がインディアン寄宿学校を占拠、自分たちで学校の運営をする権利を要求している。この時17日間にわたって1000人以上が座り込みを行い、なんと勝利。先住民が運営するインディアン寄宿学校が誕生したんだ。こうした反発は時代を追うごとに高まり、ついにその時がやってくる。1997年、最後のインディアン寄宿学校が閉鎖。100年以上続いたこの負の歴史はついに幕を下ろしたんだ。このような学校に入れられたとみられる子供の数は累計でなんと15万人以上。そして学校で命を落とした数は推定で6000人と見られている。ただしこの数値は残念ながらどんどん上がっていくことだろう。2008年、カナダ政府は公式に一連の同化政策について謝罪。文化的ジェノサイド、つまり虐殺であったことを認めている。しかしかつて寄宿学校に通い、今なお苦しむ人たちは数多く存在しているんだ。2012年、寄宿学校の卒業生127名に対して調査が行われている。その結果、驚くべき事実が明らかとなる。なんとその半数が犯罪歴を持ち、さらに全体の 65%
20% の人々に PTSD の症状が見られたんだ。そして人の心と同じようにもう一つ取り戻せないものがある。それは先住民たちの文化であり言語だ。かつてカナダには90もの先住民の言語が存在していた。しかし今となってはそのほとんどが絶滅状態にあるという。最も最近の話では2022年、ローマ教皇フランシスコがカナダ先住民と会談を行い正式に謝罪している。そこで教皇は、謝罪は終わりではなくこれが始まりと述べているんだ。過去に亡くなった何千という人々、そして今なおトラウマに苦しむ人々、俺は特定の神に祈るつもりはないが、犠牲者の心に平穏が訪れることを今はただ祈らせてもらうよ。